いわき、ら、ら、ミュートは、福島県いわき市小名浜の海の駅いわき小名浜、港は市水店二号不当地区に、あるいわき市観光物産館のことであり、その愛称名。いわき市の観光物産館として1997年7月25日にオープン。二階建ての施設で各階に飲食ゾーンやお魚ゾーン、物販ゾーンなどのゾーンが存在する。施設正面に、 海産物店が並び、中央の入り口を入るとお土産品店やレストラン、観光案内所などがある。レストランは2階にもあり、管理事務所は2階にある。また、西側入り口付近は、岩きデイクルーズの遊覧船の発着場所になっている。2階にある、ライブ岩きミュージアムでは、岩き市の歴史や観光、都市交流などについて、映像やパネルを使い無料で紹介している。 2011年3月11日に起きた東日本大震災での津波被害により1階部分がほぼ壊滅し営業停止状態となった。その後復旧し同年11月25日にリニューアルオープン。施設外観はリニューアル前とほぼ変わりないが1階に新たに東北最大級の子供向け室内型遊び場ワンパク広場みゆみゆがオープンした。かつて東京 新橋駅前の入新橋ビルに、いわき、ら、らがあったが、偶然にも東日本大震災の日に閉店した。ら、らはキラキラと輝く、海のイメージ、ミューは、いわき市の鳥であるカモメの愛称から来ている。いわき市、アンテナショップ、いわき、ら、ら3月閉店へ引く、事業縮小で、みんなの経済新聞ネットワーク2010年12月17日、早じまい。 臨時休業、閉店新橋、大晦日並みの静けそに、みんなの経済新聞ネットワーク2011年3月15日、いわき市観光物産センター、よくある質問、ありがとうございます。